名探偵、コナン名探偵、コナンテンプレート、名探偵、コナン映画作品名探偵コナン11人目の、ストライカー。名探偵コナン11人目のストライカーは2012年4月14日、公開の日本のアニメ映画で、劇場版、名探偵、コナンシリーズの16作目。上映時間は110分。工業収入は32億9000万円。キャッチコピー、お前ら。 ちゃんとついてくるんだぞ。フィールド新刊。その謎に日本が熱くなる。小学館創業90周年記念作品。前作、沈黙の15分から総監督に山本太一郎が就任し、三代目の監督に静野公文が就任したため、本作でも監督が二人体制の作品となっている。脚本も前作から引き続き古内一世が担当している。 前々作、天空の何同様、海層を含めて殺人事件が発生しておらず、仕掛けられた爆弾の捜索、解除、及び犯人の特定が物語の主軸になるのは、第一作、時計仕掛けの摩天狼以来である。映画のタイトルが登場人物のセリフから取られる例は、世紀末の魔術師以来13年ぶりで2作目となる。本作は、 J リーグ20周年記念プロジェクトとのコラボレーション作品でもあるため、それを記念した本編に現役のプロサッカー選手が本人役で登場している。また、声優としても参加しており、三浦和義、遠藤康人、奈良崎聖吾、中村健吾、今野康之の5人がプロサッカー選手の本人役として、コナンたちと共演を果たした。その他、 J リーグ特命 PR 部女子マネージャーの女優、足立理香も同じく本人役、J リーグメディアプロモーション、経営戦略本部放送業務支援部の岩佐和明が特別出演し、夢のコラボレーションが実現することになった。また、2011年シーズン2012年シーズンの両シーズンで J リーグディビジョン1に所属していた15クラブのチーム、所属選手も登場している。 ゲスト出演として、タレントの桐谷美玲が容疑者の一人、高田ダカオル役で出演している。また、前作、沈黙の15分に続いて、アナウンサーの宮根誠二が、自身が司会を担当している、情報ライブ宮根屋のキャスター役として、アシスタントの川田博美と本人役で登場した。TV シリーズのキャラクターからは、榎本あずさが初登場を果たした。小五郎が、 大ファンであるアイドルの沖野洋子も初登場となるが、セリフはない。他には、プロサッカー選手の赤木秀夫、上村直樹、肥後隆介が初登場となる。なお、肥後隆介にセリフが与えられるのは、原作、t v アニメを含めても本作が初めてである。また、2018年10月17日に、辻谷浩二が休止したため、辻谷が演じる。 赤木秀夫は劇場版において本作が唯一である。そして本作オリジナルキャラクターとして初登場となった真田隆史大は後のテレビアニメや原作にも登場することとなる。本編前半と公式サイトではコナンたちが応援するサッカーチーム東京スピリッツの対戦相手は実在のチームであるガンバ大阪になっている。そのため J1 は実在の18チームに名探偵コナンで活躍している東京スピリッツ、ビッグ大阪の2チームを加えた全20チームで構成されている。原作の J1 チーム、ノアール東京は登場していない。これにより、劇中では映画が公開される4ヶ月前と同じく柏レイソルが J1 を制覇している。国立競技場で開催された 富士ジロックススーパーカップ2012の指定席が名探偵コナンシートとして特別に設けられ収録された試合中の完成が本編で使用されている本作からアニメーション制作会社の名義が東京ムービーからトムス V1 スタジオに変更されプロデューサーが吉岡正人氏から浅井人石山圭一に交代し 既存の読売テレビの諏訪道彦を含め劇場版では初のプロデューサー3人体制となった。また、制作委員会のメンバーのクレジットが上映終了時からエンディング冒頭に移動し上映終了時のクレジットが著作権表示のみとなったのも本作からである。オープニングではスタッフクレジットのバックにもレンガが追加された。 公開月の2012年4月7日と4月14日のテレビアニメでは、今作の題材である、サッカーにちなみ、迷宮のフーリガンがデジタルリマスターで放送された。以後、公開直前に映画の内容にまつわるリマスターの放送が毎年行われるようになる。本作の小説版が小学館ジュニア文庫から2012年4月12日に発売されている。 コナン映画の文庫版は本作が初となる。2012年4月には本作の公開を記念した特別番組、容疑者、桐谷未来の謎に迫る。が各局で随時放送された。2014年6月14日には 2014FIFA ワールドカップ開催を記念し、本作の後日談となる t v シリーズ第742話、J リーガーとの約束が放送され、 高田ダ・カオルが再登場した。また、ゲストとして浦和レッズから牧野智明が本人役で登場している。牧野は幼少時からのコナンファンであり、本作の出演者候補に上がっていたが、当時は都合がつかずに出演できなかったため、後日談でようやく実現することとなった。さらに、2018年7月14日には J リーグ開幕25周年を記念した。 コラボレーション企画として、TV シリーズ第907は J リーグの用心棒が放送され、遠藤が東京スピリッツの対戦相手、ガンバ大阪の選手として本作に続き、2度目の本人役で登場し、ゲスト出演した。劇場版シリーズの定番となっているエンディング後の次回作の予告が今作でも放映された。画面に海が表示され、 次回作の制作及び公開が決定したという旨の字幕による予告が流れた後に大きな船が画面に登場した。後に次回作は海上自衛隊のイージス艦を主な舞台とした絶海の探偵だと発表された。全国351スクリーンで公開され2012年4月14日と翌15日で 初日2日間の観客動員数54万975人、公衆6億2、974万550円となり、これは最終工業収入31億5000万円の前作、沈黙の15分との初動工業収入の対比で106.1%に、及び工業通信社の調査による映画観客動員ランキングでは初登場第1位となった。また、 ピアの調査による初日満足度ランキングでは第2位を獲得した。コナンや少年探偵団は現役プロサッカー選手が指導を行うサッカー教室に参加した。そこで小五郎は大学時代の後輩の坂木良介と再会を果たす。現在は少年サッカーチームの監督をしている。彼はその昔重要な試合でオウンゴールを決めてしまい、 優勝を逃すという苦い経験があった。坂木は小五郎のファンだという少年サッカーチームのスポンサーである本村慶一郎を紹介される。本村は病死したばかりのサッカー好きの息子の父死のことで心が癒せずにいた。その他にも日売りテレビに勤める山森晋三、芸能カメラマンの高田香る、怪我で J リーガーへの道を断たれた中岡和正など様々な人物が そのサッカー教室に集まっていた。それから2週間後の昼下がり、毛利探偵事務所に爆破予告の電話がかかってきた。小五郎は当初いたずらだと考えるが、その直後に事務所前の路上に止められた車が爆発し、爆破予告は本物だとわかる。犯人はこれから言う暗号を解いて爆弾を見つけないと、次は大勢の死傷者が出ると脅す。 二つの暗号を手がかりに爆弾を見つけるため、ランと小五郎はめぐれテーブラと街中を駆け回るが、一向に手がかりがつかめない。ランは藁にもすがる思いで、新一の携帯へ連絡を取る。その頃、コナンと少年探偵団は、トートスタジアムで J リーグの東京スピリッツ VS ワンバ大阪の試合を観戦していた。前半終了後のハーフタイム、コナンはランからの電話で、 爆破予告のことを知り、暗号解読に乗り出す。タイムリミットが刻々と迫る中、コナンは暗号の解読に成功し、爆弾が今いるトートスタジアムに仕掛けられていることが判明する。爆弾の解除が間に合わず、大規模な爆破が起きてしまうが、暗号を解いて事前に観客を避難させていたため、幸い死者を出さずに事なきを得た。だが、 犯人からの挑戦はこれで終わらなかった。心を当てに次はさらに多くの人が集まる場所に爆弾を仕掛けるという脅迫状が届く。次はどこに爆弾を仕掛けるつもりなのか。コナンたちは推理をめぐらせるが犯人が仕掛けた罠はコナンたちの想像をはるかに超えた恐るべき規模のものだった。J リーグべてを巻き込む犯人の巨大な陰謀にコナンが挑む。 犯人容疑者ビッグ大阪等と、スタジアムサッカー関係者警察、関係者メディア関係者芸能人サッカー選手、収録曲、イントピッチシャドウ A 名探偵、コナンメインテーマサッカーゲームクッションコントロールナイス、リフティングイエローカードクールボーイブリッジ A サイドライン、CCQ、デュアップ、オーバーウェッジシャドウビアウェイプレイインターセプトペナルティ、モードインピードフラッグアップカウンターボードシャドウ C、 モブスクリーン、ボムトラップサイドチェンジアウェーブルーキーパーチャージブリッジ、シーワイドショークローズドスキルシャドウディミドルクロスイン、フロントキックオンザフィールド、インサイドキックパープルプレイコーをつかもうから、挿入下から光をつかもう、スローバージョンブリッジディプレイホイすスルアンダーグラウンド、ブリッジ EI コンタクトダークエリアフォアチェック、インスピレーションオブストラクションネオストラクションシャドウ E、N。 クリアランスアートサイドキックプレイヤーレッドリストバンドゲーム ING フリージングホールディングボールストーリーリスタートホイッスルトライアンド、トライトライアンド、トライエスハリーアップベースピッチミーツメモリースローインブリッジ F オフサイドマインドブリッジ G ラストゲームウェッジコントロールロールオーバーダメージチームワークストロングスピリッツファイナルトライコンセントレーションタイムアップカラージャッジ名探偵 コナンボーナスファイルファンタジスタの花は11人目のストライカーの伏線を描いた2012年の OVA 作品。OVA2 さん第16作でコナンの新一時代を舞台にした第2作目の OVA シリーズ。横浜フットボール映画祭2013年特別、照明探偵コナン映画作品。ありがとうございます。